さん、痛風という病気をご存知でしょうか？関節炎の一種で、膝や手首、指などの関節に発症し、強い痛みや、腫れ、赤みを引き起こすのが特徴の病気です。痛風になってしまわないように、プリン体の摂取は控えているという方も多いでしょう。現代でも恐ろしい病気として有名な痛風ですが、実は、遥か昔から、たくさんの人を苦しめてきたのです。その歴史は実に、紀元前400年前にまで遡ります。そして痛風の苦しみは、現代と同じく凄まじいものだったようで、痛風によって時代が動いたと言っても過言ではないほどなんです。実は、誰もが知っているあの偉人も痛風に苦しめられ、そして、教科書にも載っている、あの有名な大事件の裏にも痛風の存在がありました。それでは、一緒に痛風の歴史を覗いてみましょう。ようこそ、教科書では教えてくれない、ちょっとマニアックな歴史の世界へ。17世紀後半のとある病院。ドタ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 。ちょっと、先生。おや、どうされました？頼むから、ドタドタ歩かないでくれ。揺れで体が痛むんだよ。痛風という病気は、日常のちょっとしたことにすら耐えられないほどの強烈な痛みを伴います。あまりの痛さに、服を着ることも、そして人がドタドタ歩き回る振動にも耐えられないという人もいました。19世紀の医師のトーマスは痛風の痛みを、骨が脱臼した時のような、最悪な状態と例えました。また19世紀には、シドニー・スミス牧師が、痛風による痛みは、目玉の上を踏みつけられるのと同じだと表現しています。今も昔も、痛風は人々を苦しめているようです。それでは、この恐ろしい痛風がどのように人々に認識されていたのかというと、現代と違って、特にお金持ちがかかりやすい病気だと認識されていたようです。それもそのはず、そもそも痛風は、尿酸値が高くなることにより引き起こされる病気です。そして尿酸値が高くなる原因は、贅沢な食事や大量のアルコール摂取です。これらは当時、裕福な人だけができる食事でした。そのため痛風は、王様の病気と呼ばれるようになったと言います。そしていつしかお金持ちの間では、痛風は富の証明であるため望ましいものとして考えられるようになり、ちょっとした自慢になったそうです。嘘のように思われるかもしれませんが、実際2900年のロンドンタイムスには、痛風は患者の社会的地位を即座に上げ、痛風患者はその時代の一大有名人となる、のように書かれています。このように、富の象徴としてもてはやされた痛風ですが、そうは言っても、痛風の痛みは凄まじいものです。では、当時の痛風の治療はどのようなものだったのでしょうか？当時の苦難の歴史を覗いてみましょう。科学が発達していない時代ですから、痛風の原因はわからないながらも、お金持ちたちを苦しめている痛風を何とかするため、あらゆる治療法が試されました。そしてその中には、現代では考えられない、とっても奇妙で恐ろしいものもありました。先生、助けてください。体が痛くて痛くて。おや、これは、痛風ですね。痛風？どうしたら良くなりますか？そうですね。これを、食べてみてください。先生、これは何ですか？これはね、子猫です。マジで？奇妙で恐ろしい治療とは、なんと、子猫を食べるというものだったのです。具体的に言うと、ローストしたガチョウに、刻んだ子猫、ラード、ロウソク、小麦粉を詰めたものを食べるというものです。そして、食べ終えたお皿に残っているソースを傷む部分に塗ると、さらに効果的と言われていたようです。もちろんですが、この治療法に効果はありません。ちなみに、現代の痛風の治療には、コルシチンという薬が使われています。これはクロッカスという植物から作られており、当たり前ですが、かわいいかわいい子猫からは作られていないのでご安心ください。もう一つ、痛風についての面白いお話をしましょう。16世紀から18世紀にかけて、多くの人たちの間で、あることが話題になっていました。それはなんと、痛風は、性的能力を向上させるという噂です。1588年、エッセイストのミシェル・ド・モンテーニュは、痛風によって苦しんでいる男性の生殖器部分はより膨張し、より性欲的になると主張しました。また、1693年にはオランダの作家も、痛風にかかると生殖器官を休ませることができるため、痛風は素晴らしいものだと主張しました。身体の関節が凄まじく痛む痛風、性交など、それどころじゃない気がしますが、どうなんでしょうか。続いて、痛風に関する最も古い記述を覗いてみましょう。驚くべきことに、それは紀元前400年まで遡ります。ヒポクラテスによって残されたもので、彼は、痛風は痰が関節に溜まることによって引き起こされ、そして不治の病であると考えていました。また彼は痛風に歩けない病気や金持ちの関節炎などのような、可愛らしいあだ名をつけていたようです。そして紀元前400年前にはすでに認識されていた痛風ですが、その症状は特に足に現れやすいと認識されていました。古代ギリシャでは、痛風をポダグラ、足痛風と呼んでいました。これは、症状が外反母趾によく現れるためです。先ほどご紹介した17世紀の医師トーマスも、痛風は通常足の親指に、稀にかかとやふくらはぎ、足首に痛みが生じると記録しています。ちなみに現在、
痛風の症状が足に出やすいのは足が他の部位よりも温まりにくいからだと考えられています。特に外反母趾には尿酸の結晶が溜まりやすいため、症状が出やすくなっているそうです。古代ギリシャで足痛風と呼ばれていたのも納得の理由ですね。そして痛風といえば、痛風がなければ起きなかったとも言われる、ある事件を皆さんはご存知ですか？それは、アメリカ独立への大きな一歩につながったとされる、ボストン茶会事件。この事件は、痛風がなければ起きていなかったかもしれないと言われています。それでは、当時の様子を覗いてみましょう。当時の英国では、飲酒税法が大問題となっていました。飲酒税法とは、アメリカ植民地で発行される新聞や証書などに飲酒を貼ることを定めた法律で、その目的は、アメリカ植民地から多額の税金を巻き上げることにありました。当然、この理不尽とも言える法律に対してアメリカ植民地側は猛反発を起こし、反対運動が広まっていました。そのような状況の中、イギリスで飲酒税法についての議会が開かれます。その議会に参加したイギリスの政治家、ウィリアム・ピット。彼はアメリカ人はイギリスの息子であると言い、飲酒税法の廃止を求めていました。理不尽な法律を撤回するため熱心に活動していたピットですが、しかし彼には、弱点がありました。そう、彼は痛風だったんです。そして痛風の痛みについてはここまで色々とお話ししてきた通りで、とても我慢できるものではありません。ピットは痛風のあまりの痛みに苦しみ、そしてある時、とある議会を欠席することになったんです。その議会とは、アメリカ植民地に輸出する紅茶に高い税金を課すことを議論するものでした。それでは議会を始めます。アメリカへの紅茶の輸出だが、さらに高い税金を課すのはどうだろうか。賛成。植民地への税金は高くして当然だ。なるほど。反対の意見はないかね？よし、反対意見はないようだな。それでは、増税決定。こうして、ピットが欠席の中、アメリカ植民地に輸出する紅茶に高い税金が課されることが決定してしまいました。そしてこれに反発したアメリカ植民地の市民たちが、イギリスから到着した船の紅茶を海に投げ捨てることになります。これが、ボストン茶会事件です。アメリカ植民地の人々に同情的で、高い税金を課すのは良くないと考えていたピット。彼が痛風で議会を欠席しなければ、ボストン茶会事件は起こらなかったかもしれないわけです。痛風が歴史を動かす鍵になっていたかもなんて驚きですよね。それくらい多くの人を苦しめ、王様の病気とも呼ばれていた痛風。歴代のイングランド国王の中でも有名なヘンリー8世も痛風であったと言われています。そして王様の病気に苦しめられていた著名人は他にも、フィレンツェはメディチ家の当主であるピエロ・ディ・コジモ。彼は痛風を患い、人々から痛風のピエロというあだ名で呼ばれていました。また、アメリカの国民的英雄と称えられる、ベンジャミン・フランクリンも痛風に悩まされていたようです。そして彼は、彼自身と痛風が対話をするという、ちょっと変わった、不思議な物語を残しています。痛風へ、こんな残酷な苦しみを受けるようなことを、私はしたでしょうか？ベンジャミン。それはもうたくさん。あなたは、自由に食べたり飲んだり、不節制な生活で自分を甘やかしすぎたのです。こんな物語を書き残したベンジャミン。よほど痛風に苦しんだのでしょうね。肉とお酒ばかりの食生活で、痛風の犠牲になった人がもう一人。ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南米を領土とする皇帝、カール5世です。カール5世は肉やビールやワインが大好きでした。大きなジョッキを片手に肉を食らう毎日。当然、その代償は大きく、彼は痛風を発症してしまいます。皇帝、メッツが占領されました。取り返してやりましょうよ。みんな、すまぬ。奪還は中止だ。どうしてですか？私を責めないでくれ。責めるなら、痛風を責めるのだ。彼の痛風の症状はひどく、フランスとの戦争の際、彼はほとんど指揮を取ることができませんでした。そして1552年、フランス軍が彼の領土であるメッツを占領します。その後彼は奪還を試みますが、痛風の痛みに苦しみ、失敗してしまうのです。そして彼は皇帝から退き、修道院に引きこもることになります。ヨーロッパ、アジア、アフリカ、そして南米までも手中に収めていたカール5世。そんな彼を皇帝の座から引きずり落としてしまう痛風。なんとも恐ろしい病です。このように、たくさんの著名人までをも苦しめていた痛風。少しでも症状を緩和する方法はなかったのでしょうか？当時の治療法として、痛風にかかった人は、足を休め、安静にするように言われました。しかし、椅子に座っていても足は痛みます。そこで、医師たちはあるものを作りました。それが、足用の椅子でした。どういうことかというと、痛風は、結晶化した尿酸が足の関節などに蓄積することで発症するものです。そのため、足を上に上げることで尿酸の蓄積を減らし、痛風の症状を軽減することができるとされています。そこで必要とされたものこそが、痛風の足を置くための椅子だったわけです。これらは何世紀にもわたって使用されましたが、あくまで症状を和らげるものに過ぎず、痛風を治す魔法の椅子ではありませんでした。他にも、足をフランネルで包み、痛風の痛みが収まるのをじっと待つことが試されていたりしました。お察しの通り、
この治療法も大した効果はありません。そんな中、20世紀初頭に新しい治療法が開発されました。それは温熱療法と呼ばれるもので、現代でも痛風の治療法の一つとして残っています。患部を温めることで痛みを和らげる治療法です。そして当時の温熱療法には、面白い道具が使われていました。それが、ガラスのブーツ。当時は患者にガラスのブーツを履かせて、足を温めていたという話があるんです。まるでシンデレラのような素敵な治療法ですが、しかしその効果はというと、大したことはありませんでした。それどころか、最悪な事態を引き起こすことすらあったんです。熱は一時的に症状を和らげることもありましたが、良い結果ばかりではありませんでした。というのも、患部に熱を加えることで、関節にあった尿酸が腎臓に移動するんです。それの何が問題なの？尿酸がなくなるんだからいいじゃん。そう思われるかもしれませんが、問題なのは、尿酸が移動した後なんです。実は腎臓に移動した尿酸は、腎臓の機能を停止させてしまうんです。当然、腎臓が動かなくなっても問題ないなんて人間はいません。最悪の場合は、死に至ってしまうこともあります。症状を良くしようと思って行った治療法により命を落としてしまうなんて、笑えない皮肉ですね。歴史上の著名人までをも苦しめた痛風。痛風により、歴史が動いていただなんて驚きでしたね。私もビールばかり飲む生活は今日でやめて、規則正しい生活を心がけるとします。世界の歴史は、まだ謎に包まれています。これからも一緒に、世界の謎を覗く旅に出ましょう。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。